はい、栗塚古墳でございます。全長は約100メートル。どうなんでしょうかね。生きるかな。こんな感じ。前方後円墳、片っぽがちょっとね崩れてますよね。行ってみようか。入れますかね。ちょっとここから見え、前方後円墳には見えないな。ちょっと横を歩けるんで歩いてみましょう。こっち行ってみようか。どこが後墳、前方墳はどっちやろう。この形は分かりませんね。ちょっと石垣いろいろしてたんだけど、100メーターです、全長がね。あら、崩れて分かりませんね、これは。栗がいっぱい落ちてます、栗がいっぱい落ちてたんだけどね。半分だけ残ったんだけだけどね。ここまでか、行かれへんか。ちょっと行けないな、これは。こんな感じだけどね、反対側から。反対側から見えませんかね、これ。反対側回れんかね。栗塚古墳。あ、反対側は分かります、これ。ここ行けないな、これ。反対はね、ちゃんとね、こういう墳が分かりますわ。これちょっと無理やね。反対側ちょっと見てみようか。そういうことは東側は残ってないよね。西側はまだかなりが形状が分かるんやけどね。大変でございます。栗塚古墳でございます。これは見てもわからんね、航空写真で。これだけ崩れたらね。もう栗がすごいよ、栗が。ほんまに栗塚古墳っていうぐらいで、栗がいっぱいになってますか。あ、カラスが鳴いてます。ちょっと反対側行ってみましょうかね。手前がだから前方豊富になるんですわ。前方豊富ね、こちらの方が。上は畑になってるかな。いや、これ丸くなってるね。どういうことだ。ちょっとわからない形状が。全然わからない。
これでケージ見てみよう。はあ、反対やと、やっぱりこっちが丸くなった。反対やとね、もう手前やから。なるほどなるほど、半分がなくなった左がね。有塚古墳がどこあんねん。どこやろ。何千百七十メートル。有塚古墳、あれか。あれも大きい古墳やね、あれが。有塚古墳。あれが有塚古墳か、何千やから。Yeah.